片山正幸先生のお店のミスチョイスが吉祥寺にリニューアルオープンしたそうです。吉祥寺マップ with ミスチョイス、内装もとても綺麗になったということで今回お邪魔します。先着100名様はうちわもらえるそうなんですよ。片山正幸先生が絵を描いてくださった。実はまだ当日の朝でアポイント取ってないんですが、それでね、どんなお店なのか動画の方をどうぞ。吉祥寺に着きました。こちらのビルの3階がマップ with ミスチョイス、片山正幸先生監修のお店です。こちらが入り口になっております。店長の長山さんにお話を伺います。よろしくお願いします。新装オープンしたってツイッターを見かけたんですが、テレビを見ながらね、コストセットで楽しむことができるんです。そうですね、もともとは吉祥寺の別のところで1年間は営業していて、6月18日に引っ越し完了してオープンした。エプロンにこう可愛いバッジがたくさんついてますね。はい、フリーを5ゲーム打っていただくと、はい、缶バッジをもらえるガチャが、先着100名様がうちをもらえるって見たんですけど、まだあります。まだありますか。あ、やったー。じゃあ、あ、もらったらいいですか。じゃあ先着100名様の特典で片山先生のイラストが入っているこちらうちわをいただきました。なみなみさん、俺クラスはリーチミーコの楽しく打てればみんな勝者。片山先生が一番こだわってらっしゃるのが途中流局なし。若い子とかがやっと親番迎えたのに途中流局で親番を蹴られちゃうのを見るのが辛い。途中流局一切なしっていうのがもう片山先生がこだわりです。テンパイレンちゃんのアリアリルール、朝割りやってます。朝の8時から11時までにご来店でフリーゲーム代終日100円オフプラストーストとスープが無料サービスになっています。ご新規様限定でフリーゲーム代来店7回まで半額。これはマップグループのアプリをダウンロードしていただくことで使えるようになるクーポンになります。ビーフ、マッサマン、バターチキン、キーマと、結構カレーは人気メニューですね。バージョン打たせてもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。吉祥寺マップ with ミスチョイスへの対局が始まりました。オーソドックスなトンダン戦のありありです。ツもローソーでいいピン切り、手牌は3トイツあって6、7、8の3色が見えます。ツも数層でリャンカになって数万切り、ウーピンがアンコになって9万かなんかの統一落としの選択。先生が入った時の安全度とシャボになった時の街の強さでお高瀬の難を残しました。ドラのリャンズを積もってチュン切り、この曲は親がダマでローピンを積も、タンズもチートイドラドラ、6000オールの上がりです。トーン1曲から大きく引き離されて1本場、ペーチャでドラがローソーです。亀茶が切った第一夜のペーをポン、自順にトーンが重なってローピン切り、初を残しての本一を見ます。ツも数万で初切り、関数層の先点で転敗、ツも小層で三層切り、ドラ待ちの関老層に受けます。ツも1万でウーソー切り、トーンをポンしてのマンズの三面ちゃんを見ました。パーソー積もると6球層待ちになるのでウーソーから切りました。自順にトンがアンコになって転敗、待ちはイースーチーマンでトンペイ本一、自順に6万を積も切り、下茶の親がワンフールをして自順に照らして数万、8000は8300の直撃に成功します。トン2局シャーチャでドラがパーソー、手牌はマンズがノベタンの形でピンズに両面ターツが2つあります。ツも数層で難切り、ジャン島がないのでお高瀬から切りました。ツもローソーでイーソー切り、厄牌を残します。ツもローソーでトン切り、ジャン島候補ができて手牌に安定感ができました。ツも3万で両系のリャンシャンテン、パーピンを積もってチュン切り、手牌の受け入れを最大にして進めていきます。チーピンを積も切り、ツもパーマンで完全インシャンテンです。パーピンがアンコになって転敗、即リーチをかけます。受け入れを最大にしたことによってパーピンで転敗を入れることができました。リャーウピンのメンタン2600からです。一発目のツボがウーピン、メンタン一発も24000の上がりとなりました。せっかくなので僕が片山先生の作品で10回は読んだと思われるノーマーク爆解答の鬼押し出し登るの後ろで麻雀を見ていた鉄壁保つのセリフを一言。名人に名手なし。ちょっと前にもこのセリフを使ってしまったばっかりなんですが、僕の好きなセリフです。基本に忠実に切るべき牌を切り、泣くべき牌を泣く、ミスは非常に少ない丁寧な麻雀、それが僕の思う強者です。トーン3局なんちゃでドラがパーピン、35300点持ちです。トーン1局は下茶に6000オールを積まれてしまいましたが、マンガン直撃と2004戦でトップ目に立ちました。赤ウーピンを積もってパーソー切り、手牌はイーシャンテン、ドラのパーピンが浮いていてパーマンが2度受けです。ツも数万でドラのパーピン切り、一通があります。ツも1万で9万切り、縦の受け入れもフォローできるようになって積もり3暗号があります。チートイツのイーシャンテンには受けず単野王を見ました。上茶の親が切ったチーマンをポン、カーンウーマンの2000点の転敗に取ります。
下茶が EP の暗冠をして、シンドラが3万。暗冠をした下茶からリーチが入ります。一発目はシャアをつもぎり、カーンウーマンの3900で、リーチに対してはある程度押していきます。リャンゾーを勝負。現物は1枚しかなく、リャンマンを抜いても安牌に困ります。ツモチーマンで、ドラそばの数万を勝負。ウッパーマンになりました。トイメンから追いかけリーチが入ります。二件リーチです。ツモ三蔵で、つもぎりをします。トイメンの運送の切りが早く、下茶のリーチには筋で、ギリギリ押せると判断しました。下茶がリャンピンを掴むと、トイメンのリーチに一発放銃。リャンウピン待ちで、リーチ一発初ドラ1。8000点の横移動となりました。僕が最近の麻雀の中で、一番頭を悩ませたのがこの一局。親番中でドラがリャンマン。手配はドラのリャンマンが、統一で3統一あります。ツモ数ピンで白切り。ドラが統一で打点があるので、無理には本一を狙わず、リーチを目指して進めていきます。ツモパーマンでメンツができて初切り。手配はリャンシャンテン。ツモ三蔵でトン切り。自敗を切ってターツを探しに行きます。ツモパーソーで9万切り。イーシャンテンで、カンチャンとシャボの愚形なので、三蔵を残して、両面の変化を見ました。第一弾にイーソーを切っていて、両蔵は振り手になります。ツモチーマンで三蔵切り。ローソーを持っていて受け入れフォローできるので、チーマンの方を残しました。ここでトイメンからリーチが入ります。持ち点は 35,300 点。ドラ番2枚あって親番ですが、愚形のイーシャンテンで暫定トップ目です。ツモ1万でペイの統一落としを選択。チーマンは無筋で、1万はドラ表示牌。自順にカンチーストが埋まってペイ切り。イーシャンテン復活。ツモ3増でくっつきのイーシャンテンになって1万を勝負。先ほどのシャボとカンチャンのイーシャンテンよりは戦いやすい形。ツモ数万でダブルワンチャンスのチーマン切り。イーシャンテンはキープしています。チーソーを積もって数万切り。数万は中筋です。頭を悩ませたのがこの局面。ドラのリャンマンを積もって転敗。ローソーが切られたばかりで、三蔵は筋になっています。8巡目に自分で三蔵を切っていて振り手になっているので、受けるならチーソーの中膨れ待ちですが、15巡目の終盤で手代わりを待っている余裕もありません。おとなしくダバにするという選択もあるのですが、この手配はドラのリャンマンがあんこです。昇降して中膨れチーソー短期のリーチを決行。リーチドラ3のチーソー待ち。親番なので1万2000あります。通常では考えられないですが、手代わりを待っている余裕もなく、親番のドラ3で上がりたい手。トイメンがチーソーをつもぎった時に、上がり逃しをしたくないので、15巡目の終盤ということもあり、リーチに踏み切りました。合っているかどうかはわかりません。そもそも、全通をしていれば、この2万で積もっていました。この局は、トイメンが積もって、メンピン積も、700-1300の上がりです。携帯が切れてしまい、急遽、ビデオカメラで撮影を変更しました。局面は何2局。先ほどのハンチャンの続きで、シャーチャでドラが初です。持ち点は33000点。トップはトイメンで36700。手配は赤を使ったり、両面ターツがあって、ドラの初が統一です。ツモ数万で乱切り。メンツができて、手配は3シャンテン。ツモ3ピンで両蔵切り。初が暗黒になって、パーソー切り。カンスーピンとカンチーピンのイーシャンテンです。チーマンを残して、両形の変化を見ます。ツモイーピンでチーマン切り。この局は、親がダマでカンローソーを積もって、4000オールの上がりとなりました。何2局1本場、シャーチャでドラが3ピン。29000点持ちで、トップがトイメン。48700点です。ツモウーマンでトン切り。手配はマンズで一面通できています。自順にウーマンを積もって、チュン切り。ツモパーソーで9ピン切り。両形のリャンシャンテンになりました。スーピンがアンコになって、リャンピン切り。イーシャンテンです。自順にパーピンを積もって、テンパイ。リーチをかけます。待ちは6球層で、球層がリーチ赤、ローソーがメンタン赤です。一発目のツモが高めのローソー。裏ドラは乗らず、メンタン一発ツモ赤で2000、4000まで。一本場で2100、4100となります。ラス前なんちゃでドラはローピン。37300点持ちです。トップはトイメン。44600点。ダブダンが重なってチュン切り。パーソーがアンコになってリャンピン切り。手配はリャンシャンテン。リーチ一通やリーチダブダンが理想です。ツモチーソーで9万切り。一通は見切ってドラ表示牌のウーピンを残しました。ツモリャンマンでテンパイ。リーチをかけます。変則3面ちゃんでウッパーソー難待ち。親の切ったなんでロン上がり。リーチダブダン裏1で8000点の上がりとなりました。オーラス親番中ドラは数ピン。45300点のトップ目で、2着目は44600点。700点差のトップ目で、親かぶりやノーテンバップでも逆転をされてしまうので、ここはある程度まっすぐ進めていきます。4000点以上あるかないかで、押し引きのバランスが変わります。
関数マンで知して1番切り僅差なので上がっての1着を目指します。つもローピンで残すターツを選択。上がりトップなのでドラの数ピンを切ります。関羽層よりもドラそばのウーピンの方が出にくい街です。パーピンをポンしてローピン切り、手配はタンヤオのイーシャンテン。自順にカンチーマンが埋まって転配です。カンウーソーのタンヤオ1500、ツモローソーで待ち選択。ど真ん中のウーソーよりも端に近いパーソーを期待します。ローソーとパーソーのシャボに受けました。競っているトイメンの2着目と上茶に仕掛けが入っています。脳天で伏せるわけにもいかないので勝負をしていきます。しばらくしてトイメンがパーソーをつかみ、タンヤオで1500の上がり。このハンちゃんは 46,800 点持ちのトップで運よく逃げ切ることができました。片山先生が缶バッジのためだけに書き下ろした、ここでしか手に入れない超レア限定グッズ全20種類。待ちます。はい、何が出るか。はい、出ました。やった、うちわと一緒じゃん。俺クラスはリーチです。うちわと同じ缶バッジを手に入れることができました。突破することができました。こちらのお店では有名プロや女優プロがゲストとして来店しています。それではね、動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあ皆さん、またお会いしましょう。